皆さんこんにちは。超ワールドサッカーデイリーニュースです。 FIFA は7月31日2019年のザ・ベスト FIFA フットボールアウォーズの男子最優秀選手賞の候補者10名を発表しました。今回の候補にはチャンピオンズリーグ王者のリバプールからヴィルヒル・ファンダイク、モハメド・サラー、サディオ・マネの3人が選出されました。その他クリスティアノ・ロナウドやリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、エデン・アザールなども選出されています。なお最優秀選手賞の発表は9月23日に行われる予定です。レノファ山口 FC は1日ジュビロ磐田のディフェンダー石田龍馬が期限付き移籍で加入することを発表しました。石田は磐田の下部組織出身で2017年2018年は津永源金沢へ期限付き移籍、今シーズンは J1 で1試合、天皇杯で1試合、 YBC ルヴァンカップで5試合に出場していました。なお期限付き移籍期間は2020年1月31日まで、背番号は28番となります。レアルマドリーのジネディーヌ・ジダン監督が今夏加入した日本代表ミッドフィルダー久保建英についてコメントしました。プレシーズンマッチはトップチームに帯同した久保、試合にも出場しそのポテンシャルの高さを時折見せる場面もありました。ジダン監督は久保について、契約したばかりだ、将来このチームにとって重要な存在になると評価、また彼をカスティージャで見ること、そして我々と共にトレーニングすることはいいものになるとトップチームでのトレーニング参加を示唆しました。なおジダン監督は時間をかけていく必要があるとも語っており、久保をじっくり育てる意向を示しています。マンチェスターユナイテッドがレスターシティのイングランド代表ディフェンダーハリー・マグワイア獲得に本腰を入れるとイギリススカイスポーツが報じています。レスターと4年契約を残すマグワイアですが、ユナイテッドはディフェンダー史上最高額となる8000万ポンド、日本円で約105億9000万円を用意すると報じられています。レスターの要求額を支払う準備を進めているユナイテッド、移籍は実現するのでしょうか。チャンピオンズリーグ予選2回戦セカンドレグの5試合が7月31日各地で行われました。ノルウェー王者ローゼンボリとベラルーシ王者バテボリソフの一戦は2対0でローゼンボリが勝利、2戦合計3対2と逆転したローゼンボリが3回戦に駒を進めました。その他スルベナズベズダやマリボル、コペンハーゲン、カラバフが3回戦に進出しています。以上、超ワールドサッカーデイリーニュースでした。